車横付けできます。針の地元を持って0.55 あります。 0.55 倍です。はい、スッタローのみなべ店、白浜店でもそうですけど、こういった感じでサビキ釣りの仕掛けのセット、まあ、サビキ釣りに限らず根魚であったりとか受け釣りであったりとか、そういったものを置いています。で、一個一個の説明をちょっとしていきたいと思います。で、まずこれは竿とリールだけをついているセット、これで1820円になります。で、これのいいところっていうのは、この竿1個あれば自分のお好みの仕掛けで、まあ、例えばこちらにもありますけど、こんな感じの投げキスセット、これ1個買っておけば、もうすぐキスの釣りができる。で、まあ、こっちにもありますけど、サビキのセット、まあ、この2種類持っておいたら、投げもできるし、サビキ釣りもできる。なんで、いろいろ汎用性が高い、そんなコンパクトロッドセットになります。で、次にサビキ釣りセットですね。これはもうこちらで仕掛けも全部組んでます。全部です、2290円になります。で、これはもうここに餌を入れて、仕掛けからこれ全部パッケージから仕掛けを外して、で、もう足元を落としていただければすぐに釣りができる、そんな仕掛けです。次これです。だいたい朝マズメとかは足元とかにも、アジとかはいるんですけど、昼間になったらちょっと深場に移動するんですよ。そういう時用に、ちょっと遠投したりして、使用するサビキセット、飛ばしサビキって言うんですけど、このセットが2300円で売っています。あとは餌を揃えていただければすぐに釣りができます。これも同じように浮きから下のこのセット、サビキの仕掛けとかそこまで全部ついてますんで、そういうものなんですね。で、浮き釣りセット、これが全部2260円になります。で、内容はどんなんかって言ったら、浮きがあって、で、その下にこういう小針がついているタイプの仕掛けです。まあ、一般的に釣りって言ったら浮きがあるってイメージだと思うんですけど、一番その初心者の方が抱く釣りの、イメージの釣りになります。ここに言ったら、石ごっか、青いサメであったりオキアミであったりをつけて投げていただくと、まあ、アジとか、もうバリコとかアイゴの子供ですねが釣れたりしますし、運良かったらヒラメとか、スズキとかそういう大型の魚も来るっていう結構夢のある仕掛けですね。これが2260です。で、最後にこちらの根魚釣りの胴付きセットになります。で、これの、仕掛けの特徴は、こんな感じの裏面のパッケージ見ていただくとあれなんですけど、ここに仕掛けがあって枝分かれしていて重りがあるタイプの仕掛けです。
これのいいところはちょっとまあ投げたりしたりとかできる広範囲を探れる、そんな仕掛けなんです。餌で言えばオイソメとか、オキアミとかが一番有名どころですねっていう仕掛け、これが根魚釣りセットになります。あと一番おすすめなのが、これは胴付きセットなんですけど、こっちにブラクリ仕掛けっていう、まあこれ結構みんな見たことあるような仕掛けだと思うんですけど、これの4号3号が一番使いやすいです。これっていうのは、ここに、輪っかありますよね。この輪っかに糸を通してもらってくくって固定して、で下に青いソメとかオキアミとか入れて、これの場合はテトラポットの隙間を狙う仕掛けになります。さっきの胴付き仕掛けではこういう隙間っていうのはなかなか狙いにくいんで、このブラクリとこの胴付きセットを持っておけばどんな場所の頭でもすることができる、そんな仕掛けになってます。以上でこのセットザオの概要は終わりですね。